コーチの高田です。今回はスティックを投げたいあなたにお届け、スティック投げ入門編ということで、最近はスティック投げをするドラマーが増えているように思います。基本的にはドラムって座って動けない楽器ですからね。だけど後ろにいる楽器をやっているのに目立ちたい人が意外と多いんですよね。私もなんですけど、もちろん自分が目立ちたいだけでなく、見ている人を楽しませるのにも効果的ですよね。最近プレイに行き詰まってると感じている方、このスティック投げという新しい境地に踏み込んでみてはいかがでしょうか。こんな感じで段階的にやっていくとやりやすいと思います。最初はめちゃくちゃ落としますので、家で練習するときは周りに壊れるものがあるかよく見た方が良いです。私はスマホの画面を割りました。今回手順は詳細に示していませんが、決まりはないので自分のやりやすいタイミングを研究してみてください。そうすればスティック投げドラムがあなたも必ず叩けるようになる。今回はここまで。動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。良かったと思った方はついでにグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。ものすごく良かったと思った方はチャンネル登録してもらえるともっと嬉しいです。もっとかっこよいドラムが叩けるようになりたい方はノットノーマルまでどうぞ。それではまたお会いしましょう。